年金が211万なのに非課税世帯？どういうことだよ。俺の年金と1万円しか違わないじゃん。その1万がでかいんだな。俺は今日この時まで知らなかった、年金に211万の壁があることを。レシオタイム。俺の名前は矢壁友蔵、68歳。社会保険料がまた18,300円も引かれてる。年に22万も212万しかもらえない年金から引かれるってきついものあるぞ。現在年金だけで生活している。そこから引かれる社会保険のデカさに頭を悩ませていたのだ。さらに住民税が7万ほど、所得税が3万1000円ほど引かれ、介護保険料が1万8000円ほどかかって、俺の年金の手取りは178万1000円。これが12ヶ月分分割で受け取れるとして、月の年金収入は148,416円。ぶっちゃけ取られすぎだ。別に月14万ほどの年金が安いとは思わない。でも一人暮らしで余裕のある生活をしようとなるときつい金額だ。今日も腰が痛む。でも仕事をするのとしないのじゃ全然収入が違うからな。幸い俺は大きな病気をすることもなく健康体。週に2、3回ほど時給1000円の清掃のバイトをして足りない分を補っている。1日5時間稼働で5000円ほどの稼ぎ。それでも月に5、6万の収入にはなるからバカにならない。でも70歳を超えても俺って働けていけるのかな。それにもし病気でもして金がかかる生活になったら、あんまり将来のことは考えたくないな。そんな話を友人の斉藤にすると、ああ年金から社会保険を引かれるのは痛いよな。でも俺は非課税世帯だから所得税と住民税は納めてないんだよ。それに国民健康保険も年に支払いが187,000円ぐらいだったかな。なんでそんなに安くなるんだ。俺と年金1万しか違わないのに。いや、うちは非課税世帯だから。年金が年に211万なのに非課税世帯？どういうことだよ。俺の年金と1万円しか違わないじゃん。その1万がでかいんだな。お前、211万の壁って知ってるか？なんだよ、その211万の壁って。これは65歳以上の夫婦である年金生活者の世帯が住民税非課税世帯になるかどうかの境目のことを言うんだ。そのラインが211万ってことか？そういうこと。俺の年金はちょうど211万だからそれに該当するんだよ。どういうからくりでそうなってるんだ。まず公的年金の収入は雑所得として所得税と住民税がかかる。ここまではわかるな？なんとなくは。ここから公的年金控除を引いて税金をかける金額を算出するんだ。65歳以上で収入が110万円から330万円未満の場合は控除額は110万円。つまり211万から110万で税金課税額は101万になる。でも101万も課税されるじゃないか。でもここからが211万の壁のすごいところだ。控除額110万を超える金額が市区町村の条例で定める非課税限度額以下であれば非課税になるんだよ。そしてここで独身世帯と扶養を抱える世帯の差も見えてくる。というと、扶養なしの非課税限度額が45万円、つまり211万年金をもらっていても56万が課税対象になる。けれどこれが扶養世帯になると計算は基礎控除35万円かける世帯人数足す31万円で非課税限度額が決まるんだ。なんだよそれ。35万かける世帯人数はわかるけど、残りの足す31万どっから来た。明らかに控除されすぎだろう。
そうなると俺の控除金額は211万引く控除額110万で101万になる。さらにそこから110万引く35×2+31万で合計101万円が非課税限度額になるんだ。ぴったり101万円が控除されて雑所得が0円だと、ありえんなあ、すごいだろう。でも確かお前の神さんも年金もらってなかったか。ああ、年間で155万もらってる。だとすると雑所得はゼロにならないんじゃ。甘いな、実に甘い。甘酒よりお前の考えは甘いぜ。いや、なんだよその例え。ここにもちゃんと税金のからくりがある。これが俺の妻の雑所得の計算式だ。年金155万円引く年金控除額110万円イコール45万円。さらに独身者の非課税世帯限度額は45万だから、45万と45万の相殺で見事に雑所得が0円に。うっそだろ、夫婦揃って雑所得ゼロを達成しやがった。そう、こうなると俺たちは非課税世帯となり様々な恩恵を受けられるんだ。まず特筆すべきなのが社会保険料と介護保険料の減額だな。減額の割合は各自治体によって異なるが、おおむね2割から7割ほどと言われている。非課税世帯になったら社会保険料の減額が大きい地域に移住するのも手かもな。確かに7割の減額は大きいもんな。うらやましい。さらにすごいのが高額介護サービス費が安くなることだ。それってどういうことだよ。高額介護サービス費はその名の通り、高額な介護サービスを受けた際に払い戻しがされる制度だ。一般的な所得の場合だと負担限度額は月額44,400円だと言われている。これが非課税世帯になると負担限度額の上限が月24,600円になるんだ。え、それって19,400円も負担限度額の上限が違うってこと。老後世帯でこの減額度が低いのはかなりありがたい。幸い俺もカミさんも元気だが、将来的にはかなり金銭的に助かるだろうな。そして恩恵はまだまだある。他にどんないいことがあるんだよ。俺たちがお世話になっている高額医療制度の限度額も引き下げられるんだ。となると、高額医療制度の限度額は年齢や所得によって異なってくる。でも69歳以下で年収156万円から約370万円だと57,600円ほどになる。これが69歳以下で非課税世帯だとなんと35,400円まで限度額が下がるんだ。なんだよそれ。ちょっと金のかかる手術とかしても35,000円以上いったら払い戻しされるってこと。そういうこと。こっちも差額が22,200円以上ある。なんで1万しかもらってる年金が違わないのにこんなに控除の差がでかいんだ。はっきり言ってずるい。あとは医療費も普通のところは3割、70歳以上で一般の収入の人は2割負担が原則だが、これもきっちり1割負担になる。わあ、俺も腰痛持ちだから1割負担にしてほしい。ぶっちゃけ3割負担でもかなりきついんだけど。だろう。神さんは健康だが俺は病気したことあって控除のおかげで助かってる。本当に非課税世帯でよかったぜ。非課税世帯、うらやましい。あとは各自治体によっても非課税世帯だといろんな優遇処置が取られてる場合が多い。東京だと70歳以上の人が利用できる東京都シルバーパスなんてものがある。これは都内のバスや都内交通機関を使うときに使用するパスで1年間使えるんだ。通常の料金は25,110円だが、所得金額が135万円以下の人は1,000円。つまり雑所得が0円の俺も70歳になれば1000円で都内の交通機関を使い放題になるってことだ。なんだって、羨ましすぎる。他にも美術館や博物館が割引になったり、自治体によってはインフルエンザワクチンの接種が無料になったりもする。なんだその至れり尽くせり。あーくそー、俺もだって見たかった年金211万。それだったら年金を繰り上げでもらえばいい。
そうすれば65歳までにもらえる年金が月 0.5% ずつ減額される。なるほどな。年金が211万を切る時期を見計らって繰り上げ受給するわけか。そんな税金の裏技があったとは。俺もこれに気づいた時は本当に驚いたよ。ネットの記事でこのことを知って急いで年金を繰り上げてもらうことにしたんだ。くそー、俺もカミさんいて年金繰り上げてもらってればチャンスあったのに。まずは奥さん見つけないと。お前の場合はダメだよな。その夜、くそー、俺だって非課税世帯になって楽に老後行きたかった。せめてカミさんがいてくれれば老後だってもっと楽しく過ごせたのに。俺は斉藤への嫉妬からやけ酒をすることに。でもあいつにはあいつなりの悩みがあったんだ。よう、元気か。なんだ、お前もしかして酔っ払ってる。ああ、安物の発泡酒だな。ふっくえ、非課税世帯様いいよな。税金払わなくていいから俺よりうまい酒飲んでるんだろ。俺が酒飲めないの知ってるだろう。肝不全で病院に運び込まれてから飲酒はやめてる。それから長年の酒の飲みすぎて体も壊しちまって、お前みたいに働けないから非課税世帯になったんだ。俺は健康だから働けて自分で好きなだけ金を稼げるお前が羨ましいよ。斉藤、酒は飲んでも飲まれるなよ。俺みたいになっちまうぞ。そしたら自分で税金も払えなくなる。そうだな。明日は休館日にしてやけ酒した分肝臓をいたわるよ。お前みたいになっちまったらそれこそ笑えないからな。お前はそれでいい。俺の分まで健康でいてくれ。斉藤が非課税世帯になった理由を知って俺は思った。羨ましいと思っている人にも悩みがある。それを忘れちゃいけないと。俺はまだ健康で働けるんだ。それ以上の財産がどこにある。今はそれでいいじゃないか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。